アメリカの皆さん、はじめまして。How are you?、I'm fine, thank you. And you? Fine too, thank you. いやー、英語はですね、得意だったんですが、いざ喋るとなると難しいですね。はじめましてですね、飯塚真由美と申します。私はですね、新天地無用の中で、熊代咲也の役をね、やらせていただいて、いただいたんですけれども、こちらは、そうですね、アフレコしたのが、1年ちょっと前でしょうかね、1年前ですかね。で、咲也はですね、すごく自然にやってほしいっていうことで、私も飾らない飯塚真由美、こう等身大の自分で、演じたつもりなんですが、すごくね、笑顔の可愛い女の子で、でも、やっていくうちに、昨夜の心境の変化だったりとか、昨夜の気持ちがすごくね、共感できるようになって、二人で一つで、役をね、演じれたんじゃないかなっていうふうに思ってるので、ぜひぜひ皆さんにもね、見ていただきたいんですが、私は、新天地無用のビデオの中でね、一曲歌も歌っていまして、こちらは私のファーストアルバムの、片思いというアルバムの中からタイトル曲にもなっています片思いという曲なんですが、これはちょっとね、咲夜ちゃんの気持ちも、入っている歌なので、皆さんにこちらの方もぜひぜひ聴いていただきたいと思います。私まだねアメリカには行ったことないので、ぜひぜひ、そちらに行って皆さんにね次回にお会いしたいなって思ってるんですが、その前にやらなければいけないこと、英会話をやらなければいけませんね。もっと喋れるようになって皆さんにね会いに行きたいと思います。ということで、飯塚真由美でした。皆さん新天地無用を見てくださいね。それじゃあね、バイバーイ、グッバーイ。